どうも、かつやしです。今日はですね、6月の11日の木曜日ということで、はい、こちら、ユニクロの誕生感謝祭がスタートということでございます。6月11日から6月25日木曜日までということで、いやー、何買いますか皆さん。っていうか、多分この動画が、えー、アップしてるのが今ね、本当午前中なので、 まあいつも通り7時ぐらいにアップしていると思うんですけど、皆さん買われた何か買われた方いらっしゃいますでしょうか何か買われたら教えていただけたらと思います。ということで、えーっとね、僕もこれねほとんど見てませんので、ねあの、新鮮な気持ちで見られるんじゃないかなと思います。では、ね、こちら、録画の方をいつも通り開始いたしまして、見ていこうじゃないかという動画でございます。では、スタートですね。 ユニクロ誕生感謝祭6 36周年ということでこの夏日本全国にありがとうの気持ちを込めてということでえっ、ーえー、とね感謝価格アイテムはこちら見ていきましょう何かありましたか皆様買われた方いらっしゃいますでしょうかやっぱり僕このねなんか LINE かなんかで来たのかな最初ね で、えー、これですね。クルーネック T シャツ、ユニクロ U の分ですね。これは確かに、あの、非常に魅力的なのではないかなと思っております。午前中、声を張っております。えー、耐久性、デザイン性、着こなしの、着こなしやすさ、すべてを兼ね備えた究極のベーシック T シャツということでございますが、これはね、ほんとね、使い勝手いいですね。僕さ、結局何色買いましたえー、ホワイトを買ってるでしょグレー。 えー、ブラック結局、えー、まだ、あえー、ブラック買ったっけえー、っとえー、っとホワイトグレーでしょあとこのナチュラル結局このナチュラルがねなんだかんだと言ってねは買っといてよかったね僕これ確か1月に今年の1月に買ってるんですけれどもこれはいいよねそれからえー、っとここだこれ、えー、パープルを購入しておりますということでえー、黒買った 黒かったったたけ忘れたな、えー、ホワイトグレー、えー、っとナチュラル、えー、71番のパープルを購入しておりましたねサイズはちなみに L サイズ L サイズでございますで続きまして魅力的なこれさあの去年のカラーもね実はね店舗によっては残っておりましていいカラーがあるわけですよこのグレーもね 近くのユニクロあるんですけれども今年のグレーと違って少し薄めのグレーになっておりますのでこれもねちょっと魅力を感じるわけですよねあとねこのネイビーもございましたこれ去年の分ですねが店舗にありました、えー、SMLXL までそ,そろってたかなこれがねちょっとねこうインディゴっぽい感じのね雰囲気のね、えー、ネイビーなんですよこれちょっとねちょっと790円だったら あー行こうかなとか思ってますねあとこのね、オレンジもね、えー、僕持ってるんですけれども、これもいいカラーでございます。あのね、このノースフェイスの,このショートパンツに、あのオレンジの、ね、T シャツとか合わせてもいいかなっていうふうには思っております。で、続きまして、えー、っと今回の魅力アイテムの一つとしては、ポロシャツ類がね、ポロシャツといえばちょっと後で話そうと思うんですけれども、 見ていこうと思うんですけれども一緒にですねポロシャツといえばあれですよポロシャツもねいくつかこう安くなってますねこれはなんだ初めて見るエアリズムかのポロシャツということでドットドットというのはどれぐらいのドットなんだろうあ結構細かい感じだねしかもこれボタンダウンの三つボタンのポロシャツかちょっとこう上品な感じの雰囲気が楽しめそうですね でエアリズム、ジャージ、ャーこれなんかねめっちゃ着やすいって教えてもらって全部あのボタンのタイプなんですけれどもカラーバリエーションも豊富ですねこのベージュもちょっと気になるのね最近ねこれもねすごく肌触りが良くてつるっとした素材でね着心地がいいということでございます1290円安い安いねあとこれもねいいよってオーバーサイズカノコポロシャスということで あの去年の,あのエンジニアドガーメンツコラボのような感じのこうちょっとこうしっかりした生地感のですねあの少しゆったりめのポロシャツこれもなんと1290円安いポロシャツが結構メインでこの度の感謝祭安くなってますねドライのタイプもそうかあとはシャツ関係リネンのシャツでしょうえ JW アンダーソンのシアサッカーの半袖も安くなっておりますね こうやってコラボアイテムの期間限定価格とか値下げの、ね、商品ってすごく、ね、魅力的というかお得感がありますよね。で、チノパンのショートパンツうショートパンツ,パンツ今年ちょっとショートパンツをヘビロテしそうな気がしていや、このノースペースの部分は買っといてよかったな。まあ、追加で同じものを買うっていうのもあれだからちょっとこうねあのユニクロとかでもねあの、何、替えの。 トトムスショートパンツとししててももも狙ってもいいかもしれませんねあとはエアリズムのグルーネックエアリズム系ですねあとは UT あのさもうもう UT は今年のほとんどほとんどっていうか買ってないんですけれどもこの何誕生感謝祭後のちょっとセールでさ値段が据え置きだったりとかなんかよくあるあるだから。 まあそんなに急にあのもし自分もですねこうどうしても欲しくてどうしてもこうめちゃくちゃ人気があっていや今買わなきゃいけないとかだったら買うけれどもそのあれがなかったらちょっとこうまだ様子を見てもいいかなっていうふうにめちゃくちゃなんでかって種類めちゃくちゃあるじゃないですか UT 最近ほんとコラボもんとかでめちゃくちゃあるからそんなに。 何こうピンポイントでなくなるアイテムはないのかなっていうふうには思っているんですけれどもまあビリー・アイリッシュコラボ村上さんとのビリー・アイリッシュとの,あのコラボの T シャツがまあかなっていうふうにねあとこういったさこうシンプルなねブラックボディにブラックのこうラバー系のプリントなのかなこの辺りは好きです。 この辺りは好きです。ちょっとあのお気に入り入れときます。この辺りはでも好きですね。あとは魅力的な商品、これずっと UT ですかね。UT ばっかりかな。うん、そんな感じはありますでしょうか。SF 映画コレクションとか、ミッキーアロハ UT とか、えー、ございますね。ウルトラマンシリーズ。 ま今年は本当ねあの何回も言ってるんですけど結構無地系のアイテムというか無地の、ね、シンプル系が個人的には好きなのでと言ってても夏になるとちょっとあのこの辺の T シャツとか着てたりしてフォルクスワーゲンーの、ね、T シャツとか着てたりする可能性もなきにしもあらずなんですけれども、えー、990円1000円ほどでこのねあのコラボ系の T シャツとかが着られるっていうのはユニクロ素晴らしいです。 で続いてというかですねえー、っとね他ちょっとこの感謝アイテムで絞って見てみるとあこっちがさっきねえー、っとどこだったっけ新作商品だったかな違ったっけなんかねこう見方がこう結構細かく分かれてるからあ特別コレクションでちょっと あれを見て比べてみましょうか。見比べてみましょうか。見比べてみましょうか。えー、JW アンダーソンコラボでは、えー、この度安くなっているアイテムございますでしょうか。ジャケット系もそこまで値下がりはしてません。シャツも、えー、変わりなくの価格でございます。シアサカーとウォッシュジャージーシャツ。 ワクワク T シャツもね、まあ、一部店舗商品なんだよねそこまではめちゃくちゃ安くなってるアイテムもちょっと携帯熱いな、えー、続きましてユニクロ U を見てみましょうこれってさ結局こう僕とか細かく見るのが苦手なタイプなんですけれどもこうなんていうかなピンポイントで こっていうふうに教えてもらってる教えてもらう時もあるんですけれどもどうやって見つけてるんかなっていうふうにね正直ちょっと思ってはいるんですけれどもピンンポイントで見つける方法ななんかあるのかあのたまたまでも僕の中とその方の中とのその人との中のこの何こう共通点っていうか注目しているものが一緒だったりするのでしょうかあこれはもうこれなかなか安くならないですよね。 オレンジはさ、値下がりはしてたけれども、僕が持っているこのね、カラーもそうだけれども、このあたりはなかなか値下がりがしないと。まあ、ユニクロ U に関しては、エアリズムのコットンャツもそのままだし、スーピマのコットンポロもそのままだし、そこまで急激な値下がりは、えー、感じないですね。特別ないかな。ないですね。うんうんうん。 ということで、えー、っとね、ちょっと、えー、ここを一緒に見ていきましょう。僕はね、この、ね、コラボを非常に楽しみにしていました。えー、何年 ?3 年か4年ぐらい前でしたよね。ありましたね。セオリーとのコラボでございます。オンラインスタートアーと一部のユニクロ店舗にて6月19日金曜日より、ということは来週の金曜日ですね。販売開始ということで、こちらは、えー、っと、気になるアイテムが、 一つございます。ということで、えー、ちょっと喋、えー、りすぎております。朝から声を張って喋っておりましたので、僕が乾きました。えー、っとね、ユニクロセオリー2020年春夏コレクションということで、アイテム数はね、少ないです。少ないけれども、非常にね、こう魅力的なものが一つございましたので、そのあたりをね、こう一緒に見ていこうかなと思います。レディースの方がね、 結構こう充実というか、えー、しているのかな、えー、メンズいきましょうメンズがですね、えー、こちらの、えー、合計4型でございますポロシャツ2型、えー、っとロングパンツ1型のショートパンツ1型でございますショーツに関してはちょっとショーツを先ちょっと見ていきましょうかカンドイージーショーツということでシルエットトレンドで言って 2人目ですねこれが1色2色3色、えー、ホワイトブラックベージュということですね、えー、これが2990円プラスと、えー、プラス税ということですねほんとシンプルなきれいめのですね、えー、ショートパンツになっているのかなと思いますね本当でも楽な感じで履けるようなウエストゴムで、えー、紐で縛れる絞ることができるというようなことも もう涼しいほんと涼しいな感じがしますよね。ニューヨーク生まれのこのセオリーということでコラボレーションでございます。で、えー、ロング系もですね、えー、カラバリがブラックベージュオリーブオリーブでもいいですねこうあっさりちょっと綺麗めにねちょっと使いたい時も僕もありますので。 えー、この辺りもいいのかないいのかなで、えーと、ポロシャツが2型ございます。2型ございます。エアリズム、ジャージー、スリムフィット、ポロシャツということで、こちらがですね、えー、肥沃の感じになっているようなデザインですね。で、上にこうボタンで,ンであると、ボタンダウンとかではなくて、ここの、ね、切り返しが特徴的なものでございます。ホワイト、爽やか。ブルー、なんかちょっとこう、ね、なんかこう、ね、こんな感じ。うん こんな感じどんな感じでネイビーネイビーが一番スタンダードには見えますねブルーほんとめっちゃ綺麗めな感じがしますね素材がですねエアリズムということでちょっと拡大をしてみたらあ T シャツのようなね、えー、かの子ではない素材感でございますこのさセオリーのこのユニクロセオリーのこのタグがいいな えっとステッチは表に出さず前立てはボタン見せないひよくしたってスタイリッシュになっていますとワンサイズ細くしたスリムフィットということでございますねで、えー、僕が狙っている、えー、こちらでございますエアリスムかのコスリムフィットポロシャツということで、えー、これがね一応ねカラーバリ的にホワイトグリーングリーンネイビーの3色でございます結構ねきれいめに着こ,こなせると。 こここなんですよこれジッププののタイプのポロシャツここれれねねワワクワクしますねこれがね非常にね個人的にこれ見た瞬間まあセオリーコラボ起きたと思ってで何かあるかなと思ったこのジップのポロがあるじゃないですかこれはね非常にね魅力を感じましたよいやこのやっぱユニクロセオリーのこのタグいいっすね ね、えー、狙,狙うっていうかこう多分そんななくなるようなあれもないと思うんですけども一部店舗商品でもございませんので一応ねちょっとこのグリーンを実物見てえー、っとよかったらこれをね買おうと思っておりますねネイビーもでもねいいけれどもなんかこうセオリーコラボこのグリーンいいなっていう,うにでサイズですよねこれ試着してみたいと思います まあ、M だったら僕の身長 171cm58kg の体型だと結構とジャストな感じで、ね、タイトめに着られるとだからワンサイズ上げて L か、まあ、着こなし場合によっては XL の可能性もあるからやっぱりねこう、まあ、細身の商品だから細身に着るべきかもしれないんですけれどもまあねこう気持ち今年の僕の雰囲気だったらゆったり着たいのでですねうんこれはね、えー、いいなと思っています僕さちなみに僕お気に入り今何入れてる あさっきの T シャツ入れて、あ、やっぱこうネイビーとこのユニクロ U のネイビーのものとこれ、去年のものですけどね、グレート入れてますね、あとアンディ・ウォーホールの、えー、これかトートバッグですね、あとビリー・アリス、えー、村上隆ステッカー入れてるね、あとは、えー、一応これは、えー、ポロシャツを入れてますね、やっぱこれだな。 今回、あの、ユニクロの誕生感謝祭では、まあ、狙う、もし買うんであれば、このね、えー、T シャツの色違い790円プラス A で、えー、買おうかなと思っているんですけれども、来週のさ、このセオリーコラボが、僕の中で、この度は、えー、非常にこう、なんていうかな、魅力的というか、うん、これですね。 うん、でもこれかなまあセオリーのねコラボのポロシャツはこの誕生感謝祭の,あの特別価格ではないけれどもまあ欲しいアイテムになっているのかなというような感じですねでもポロシャツとかも本当今年の夏やっぱ暑そうなので,、うん、でちょっとこう襟付きが欲しい時もあるじゃないですかまあそのあたりでまあいいのがあったら まあ、実際ね、店舗行って、えー、今日はちょっと行けないんですけれども、えー、後日行っていろいろ確認したいと思いますという形で、今日はですね、ユニクロ誕生感謝祭が始まりましたので、皆さんと一緒に見ていこうと思っております。まあ、実際ね、この動画アップされた頃には、えー、店舗もオープンしてこう、なんか今回だからあれですよね、なんか粗品、粗品っていうかおまけで、なんだっけ、えー、っとなんかくれますよね。た、まあ、多分条件付きで、あここに書いてある。 詳しくはこちら1万円以上かこの条件で1万かなり値段安いのに1万円以上って言ったら家族分買わなきゃいけない <laughs> 1万円以上でこのねノベリティでステンレスミニボトルがちょっとこうついてくるような感じなのかなえ同じさ合わせて40万点限定ですシルバーブラックロン2点という形でございますかね 最後あの、iPhone の容量がいっぱいで動画撮れてなかった。ということで、えー、ユニクロの誕生感謝祭、皆様行かれた方いらっしゃいますでしょうか。まあねあの、あれ買ってよ、これ買ってよって教えていただいたら、僕も結構ね、そっち結構気になっちゃうタイプなので、まあね、あのー、次行く時の楽しみにしたいかなと思います。ということで、えー、今日の動画終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 U のこの T シャツはやっぱりさ使いやすいからその辺り狙ってもいいのかなっていうような感じはありますけれども皆様いかがでございますか